こんにちは、つちのこです。さあ、ゼルダの伝説やっていきましょう。ちょっとこの間ここで宝箱取り逃してるっぽいので行ってみましょう。あれれ、結構見たつもりだったんだけどまだあったんだね。あ、あれか、ほんとだ。あ、磁石。あ、やべあ、いけるいける。よし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 。おーし、取れた取れた。あー、危ねえ。よし、これでオッケーだね。オパールゲット。さてと、これ一応花つぶしの、あ、やべ、お花傷つけちゃダメよ。お花、お花傷つけないミッションを成功させたからいいと思ったんだけど。見て見て、ほこらが綺麗な色に変わったの。きっと私のお花に喜んでくれたのね。お花を傷つけてないわよね、ごめんね。まあ、インパを目指しながらぐるーっと回っていっ、それともこれストーリー進めるより本当にぐるーっと全部回った方がいいのかな。これ回るって言ったらすげーあるぜこれ世界広すぎる。あ、なんだこれ、ビタロックで？あ、なんかあるぜ、ここ。ビタロックの前に、マグネキャッチだ。ほい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 。よっ！いいね、早く操作を早くしたい。お、ルピー、50ルピーゲット。やった。これ、こういうふうになんかぐるっと見た方がいいね、ほんと。ビタロックで止めて、あれあれ、これちょっとドンって力をつけていくのかと思いきやそうでもない。なるほど。あ、こっち側か、インパは逆側か。これ大丈夫かな、結構な流れの速さだけどいや、いけるはず。大丈夫だよね、きっと。ほい。あ、なんだ、大丈夫だ。ほい。わ、きれい、ホタルが。なんだ、あれ。なんだ？ほい。うわー、ビビったキースの目玉よしよし、リザルフォスの骨、爪、よし。なんか、あ、リザルボウ、あ、強い強い。武器として使うか。攻撃力は上がるね、結構。ははは、動きまくってる。コログのうちわとか捨てちゃおうかな。借り倒すと手に入るし、ちょっと捨てるか。で、ちょっと骨をもらっとこう。うわ、綺麗。朝焼けだ。ちょっと見るか。あそこに試練があって、なんか塔もある。で、行かなきゃいけないの？右手側と。なるほど。じゃあ、ちょっと先こっち行くか。上かな？インパってもしかして。ちょっと先にあそこ行くか。あれ、強いかな？おい。おい。おい。よっしゃ矢で倒したぜ。ちょっと強そうだね、でもこれ。
リザルフォス、リザルボー。お、射抜かれた。強っ。いつも満タンにしなきゃダメだね。なんだこれ、このキラキラ光ってんの何。あっ、わあ、見つかった。コログだった。コログの実。またねー。すげえ、コログがこんなとこいるんだ。あ、やべ、うわ、やべ、ちょっと待って、ちょっと待って。強っ。強えわ。やべ、え、こっちにもいる、まさか。うわ、いた。やべ、もうこの裏にもいるんじゃないの。いない。でも矢がないとこれから厳しいな。あんまり、あんまり無駄打ちできないね。寝たぞ、おい。おら、ああ、しまった。あ、やべ。あ、なんか持ってる。なんこれ、リザルブーメラン。ブーメランのように投げて使える。うん、まあ壊れて、壊れてもしょうがない。あ、あ、しまった、しまった、しまった。もう弱い武器はどんどん更新させるべき。もらっちゃって、ほら、なかなか壊れないね。よし、さあ謎解きパートやっていきましょう。沈んだ救い手。なんだ、まずここに何か扉があり、そして、はあ、あー、なんか、なんか沈んでる。お、なんだこれ。はあ、なるほど。面白いじゃない。あ、もうもうちょっと、うまいこと、うまいこと救えないかな。ひでえな、ほんと。ああ、ちょっと向こう行きすぎちゃった。こっち持ち上げて、これはどこにあるのか分かんない。もっとこっち、あ、あ、あるあるある。ゆっくりゆっくりゆっくり落ち着いてやろう。落ち着いて上に上げて、ぐーっと上に上げたところで移動。はいはいはい。で、あ、いけた。ある、バーン。入ったのかな、入ったのかどうかすら見えない。ちょっと一旦落とし、これをすくい上げ、すくい上げ、おら、あ、入ってってる。おお、あれ、さっきのもう一個はどこ行ったんだ。とりあえずいいのかな、これで。あれ、持ってかなくていいのかな。他にないよね。ああ、そこに落ちてら。あの隙間に落ちちゃってた。あれ、これ、あそこ、あれ持ってかなきゃいけないんじゃない。
よし、運んでって、よいしょ。救ってる？救ってない。もっとか。よし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 。あれ、あれ開いてないじゃん。ちょっと待って、開いてない。なんかじゃあ氷を出すのか。何かこれで押す。あ、違う違う違う、間違えた。これを落としてみる、この下に。あ、やった入ったねなるほどうまくいった、よかった。なるほど、ボタンね。ちょっとハート増やしたいな、早く。さあ、克服の証ゲットです。イエーイ。三つ目か。四つあるとまたもらえるんだよね。ハートちょっと増やそう。お、ここか？集落がある。よいしょ。イエーイ。見て。またねー、コログの実。なんだこれ。木の弓。いらねー。いらねー。これ入れる？あ、入れない。なんだこれ。錆びた両手剣。お！耐久性低く簡単に壊れちゃう。やっぱ火事みたいなできるのかな。この中は、おや、あるじゃない。兵士の剣、あ、いいね。兵士の剣もらおう。んー、ここだけ。あー、この上だね。こっからさらに上か。上に登って、わーえ、あの上、まさか場所的にこの下じゃないよね。ヒュー怖ーあ、でもこっから登れそうだね。ちょっと周りを見ていこう。あ、あれがガノンの城か。ピン打っとくか。ここにもあって、あ、ここにもない。あ、これ以上ピンは打てません打ちすぎって言われちゃった。ん？わお。うわ、ちょっと、やべ、強そう。ちょっと、あ、あ、あ、間違え、違う、これだサミタ両手剣。あー、やられた。ちょっとすぐやられちゃうな。
しびれマジかよ。しびれもそんな厳しいの？しびれたりもすんだ。追っかけっこだい。あーやべ、あ、色が違うね。あ、ここまで、ここまで来たことになってる。ネジをいっぱいゲットして、まあ多分何かに使うんだろうね。かな。うわ、ギリギリ。あっ、あ、よかった。あっ、あっ、あっ、よかった。あぶねえ。滑り落ちるとこだった。わお、めっちゃ怖え。あ、でもそうだ、かいとこあるんだ、私には。ほい、イエーイ。あ、でもその前に謎解きが、謎解きの場所があるぜ。行こう。これででも、あれだね、ハートが1個もらえるね。タロニヒの教え。なんだろう。まずは、お、宝がいっぱいあるぞ。おお、いいじゃん。小刀。なんだ。おお、盾。あ、まさかなんか戦うんじゃあるまい。あ、やば。敵の攻撃を横飛びで避けて、その隙に攻撃を加えよう。大丈夫かな。セーブしよう。セーブ。敵が縦に振りかぶった時は横飛び、注目中に横に移動。くる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 ー。はよ、はよ攻撃せいや。あ、錆びた両手剣使ってんだ今。はい、どうぞ。わい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 。おーおーおー、すごいすごい。敵の攻撃を爆中で受けて、その隙に攻撃を加えよう。なるほど。爆中、注目中に後方に移動ジャンプ。なるほど。ああ、えいやー。ラッシュ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 。盾を突き出し、その攻撃を弾け。ガードジャスト、味の攻撃は弾ける。なるほど。今のダメ？あ、壊れそうになっちゃった。タイミングよく立てよ。いや、ちょっと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 待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょ、練習しなきゃ。でもちょっと待って。できねえマジで。あ、攻撃弾く、 A ボタン押してねえや。あ、セーブしないで。セーブしないで。ちょっと待って。よし、なるほど、わかった。じゃあロードして、ちょっとね、今のでわかったのが、武器を別にあれにしなくても多分大丈夫。弱い武器でラッシュさえすれば攻撃は終わってくれるからね。だから装備は普通の装備でいいんだ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ピューピューじゃなくて、次どれ使おうかな。錆びた両手剣使うか。注目中に、あ、間違えた。あれ？
了。はいはいはい。オッケー。あ、構えながら弾く。あれ？よし、できた。力を貯めて貯めて放てば溜め攻撃を繰り返せる。おっしゃ。はあ。はあ。できたできた。よしよし。ちょっとちゃんとできるようになっとかないとね。お、なんかいろいろもらえたぞ。ガーディアンナイフ、いいね。ここでもらえた宝箱も温存できたし、ちょっと HP が少ないけど、まあいいでしょう。なんだ？オパール。他にはないよね。ちょっと一応見ていくか。ちょっとハートもらいに行きてえな。やりました。じゃあちょっと、まずハートをゲットしたいので、もうここね、ワープできるようになってると思うので、戻ってちょっとハートをゲットしてから、次進みましょうね。さあ、ハートを増やしておくれ。4つと引き換えにハートの器を増やす。おっしゃ。ハートも結構増やしといた方がいいよね、きっと。よっしゃ。あとそうだ、落ちてみるか。あのてっぺんから。ほい。ドバーン。わ。わあ、見つかった。コログだ。コログの実。まさかの。ほんとだ。落ちたらすげえいいことあったわ。次は。沼地のとこ行こう。おお、いけるわ。よいしょ。何がもらえるんだろう。氷の矢、あ、いいじゃん。夜景は美味しいね。炎の矢、いいね。はい、ということで、次回はね、先の村にね、進んでいきたいかなと思います。もうね、1時間超えてきたんで、やめておきましょう。それじゃあよかったら、また次も見てください。それじゃあ、土の子でした。面白いゼルダ。